ファジアの岡山にとっては待ちに待ったホーム開幕戦、2023明治安田生命 J2 リーグの第2節、シティライトスタジアムから前節の勝利の勢いをそのまま持って連勝を飾るか、一方の清水が今シーズン初勝利を飾るか。今前半スタート、いきなりチェイシングをしていきました、ディサロアキラシルバーの。ここはチアゴ・サンタナ、前節もセットプレーから得点をしました、ファジアの岡山。中に入れてきました、黒川、いきなり決定機作っていきました。ただオフサイドの判定ですか。来ました、川野です。ちょうどソロ右使って吉田豊、ちょっとここは選手が倒れてますが今起き上がりました。左足狙う、グラウンダルシュートを打っていきました。もう一気狙ってきました、権田も出てきたところ。さあライン際どうか、中に入れてくる、ヘディングステファン・ムーク、ナイスキーパー、ここは権田スーパーセーブ、一気に権田です。背後取って、はい、ボールを残してすぐさまクロスと、いやすー、山原からチアゴ・サンタナ、中はディサロ、サポートカルリーニョス、カルリーニョスに出した、カルリーニョス中に入、カルリーニョス、クロスバーの上です。必ずディサラ選手、チアゴ・サンタナ選手どちらかが常に背後を狙っていますし、はい、そこで起点ができた瞬間に北川選手ポジションを取ってボールを受けるっていうこともできますよね、桜川ソロモン、こぼれ球落とす、右足のシュート、クロスバー最後、よく抑えました、こぼれ球落として、そうですね、はい、コースを狙ったシュート、触ったんですかね。その後ファン・ギオンとの接触がありました。最後はステファン・ムーク、今日はムークが決定機何度も作ってるんですけれども、山原のキック、中セカンドボール、ディサロ、ディサロはどうするか、ディサロが上げてヘディングシュート、ここでクロスバー、鈴木おしぼりフィニッシュを伺います。清水、あとはその決定力の部分、仕掛けた岸本、中に入れてホナウド、ナイスキーパー、よく反応しました山田大輝、横から来たボールをうまくね、はい、ボールをミートさせましたね、飛ばしましたね、はい、非常にこう高い技術が必要とされるシュートですけども、はい、中に入ってきて岸本が上げる、ちょっとこのクロスは流れでゴールライン割りました。ここで試合終了の笛、お互いに死力を尽くして戦った90分間。